第9位。バカッター量産システム完成化。噛んじゃった。バカッター量産システム完成化。<laughs> あまりにもおし面白いので噛んでしまいました。これね、えこちらは d a ドット m a i l c o u k イギリスの新聞のえサイトからとピックアップした話題でございます。あのね、ちょっと想像していただきたいんですけども、あの、思うだけで、頭で、想像するだけで、絵を思い出す、思い浮かべるだけで、SNS に書き込みをしたりとか。 それが映像化されちゃったりとか情報を得ることができたりっていうことが可能になるかもしれないテクノロジーのお話です。でこれ物理的には物,物は 1mm にも満たないスリットからインプラントを挿入するっていう方法が、まあ、結構物理的な方法なんですよね。が捉えています。少し前この番組でもイーロン・マスクさんのニューラリンクという会社 がありますけどもこちら概要欄に URL 貼っておりますが脳と脳とクラウドのインターフェイスを作ったっていう話題を取り上げましたであのこのテクノジーっていうのはわずかな期間でさらに進歩を遂げたっていうのがこの記事の肝でございますで以前は薄い皮膜そのニューラリンクっていうのは薄い皮膜のようなもので脳全体を包んでそれがこの脳とつながって全体として 送受信装置っていう感じで働くっていうメカニズムだったんですけれども今回発表されたのは極小極細の小さなものでニューラリンクのインプラント版ダウンサイズ版ちなみに今回する商品レイヤー7コーティカルインターフェイス直訳すると第7皮膚層インターフェイスもイーロン・マスクさんの会社であるプレスジョン社っていう会社が えー、作っております頭蓋骨の一部に極小のスリットスリットあの切れ目っていうかそういうのを作ってそこに差し込んで使うんですよインプラント、うん、どんなものなのか。でどんなものなのかっていうのは、まあ、今説明したものなんですけどもこの装置で何ができるのかっていうのはこれはびっくりしちゃって考えたことそのままを文章や映像画像化してクラウドに一発アップロードが可能なんです。でこ,うこれをつけてる間は バレってまずいようなことはクラウドとつながってる間はもうやっていないやっちゃいけないってことを確認した上で物事も考えなきゃいけないということなんですよね。こあのこれこまめにねオンとかオフが効くような設計にはなってない、まあ、改良の余地があるからゆくゆくはそういうふうになるかもしれないけどもいちいちこう考えることを オンの状態とオフの状態で分けなきゃいけないっていう新しいプロトコールっていうのかなそういうエチケットっていうのかなそういうのが必要になるんじゃないかって話なんですよねでクラウドやネットとつながっている間は考える内容にも非常に気を配っていかなきゃならない世の中が来ますよっていうような感じですでね昨今日本中を騒がせているバカッター・リターンズみたいな映像ありますよさまざま今日も一人捕まりましたよ名古屋でああいう映像 もう考えただけででシェアされててしまうっていうっいことなんですあれみんな派手なこといろいろやってるけどこれお寿司屋さんでやったらこれなんかどっかファミレスでやったら面白いんじゃないのなんて考えたらそれがもうそれもアップロードされてしまう恐ろしいですよねで自らが不利になるデジタルタトゥーみたいなを知らず知らずのうちに残してしまうっていうことも十分ありえるありえなくないっていうんで iPhone に書いたけどありえるんですこれは。 でジョークの派手さは世界中に知られてるアメリカでもこれ作られてる製品をそうアメリカで作ってるんで実用化されたら初期段階でのバグみたいな事件が連鎖的に多発するっていうふうに思っていますもう現時点で,そうですあのジャーナリストの中にはそういう人結構いますもすでにそういうこと言ってるのは。うん、ですでに、ね、これもう怖いのは動物実験はクリアしちゃっていてプレスジョン社っていうのは人体に対する臨床試験をもう数か月以内にかか考えている控えている。 もうやることは決まってているる控えてるんだからやるやらないではなくていつやるかっていう感じでバグはともかく自動運転のステラとかそのクラウドをつなげてそこからさらにレイヤー7コーチカルインターフェースにつないだら家にいながら誰かを学校とか空港に送っていくとかそういうことができちゃうわけですよただその際くれぐれもバカッター的なことは考えないようにすぐ映像になっちゃいますからはいということで第9位でございました